メンタル漢方薬の特徴5つ。症薬由来でさまざまな効果を期待する漢方薬の中、不安や緊張などに効果を期待するメンタル漢方がいくつかあります。この特徴は次の5つです。1副作用が少ない漢方薬は症薬由来でもあり、副作用は基本的には一般の薬のようには目立たず、安全に続けることが期待されます。2どの年代でも使える。副作用が少ないため、 子どもから高齢者までどの年代でも比較的安心して使うことが期待されます。3状況での制限が少ない副作用等の少なさから妊娠中や産後および車の運転が多い場合などでも注意を払いつつ使用を検討できる面があります。4効果はゆっくり漢方薬の特性上効果が出るまでは数週から数ヶ月かかる場合もありすぐの効果は期待しにくいです。5効果は弱い抗うつ薬などと比べると効果は基本的に弱いため 症状が強い場合に関しては困難が予想されます。